グブーマイナス 43B モアブモアブ、正式名称、グブーマイナス 43B は、アメリカ空軍が開発した2017年1月、現在、通常兵器としては、史上最大の破壊力を持つとされる爆弾である。空軍内部では、すべての爆弾の母を意味する、マザーオブオールボムズと呼ばれることもある。これは、イラクの独裁者、サダム・フセインが、 かつて湾岸戦争をすべての戦争の母を意味するマザー・オブ・オール・バトルズと呼んだことにちなむ直径1メートルを超える非常に巨大な爆弾である長さ約9.1メートル重さ約9800キログラムの航空機搭載爆弾で8482キログラムの作薬が収められているという作薬にはスラリー爆薬もしくはトリトナールと言われるが 成分は明らかにされていない。基本的な設計思想は、ベトナム戦争及びアフガニスタン侵攻で使用された、デイジーカッターと同様である。大きさは、第二次世界大戦中に使用された、グランドスラムより、わずかに小さく、現有されている通常爆弾としては最大である。実地試験では、その凄まじい爆発のため、原子爆弾のようにキノコ雲が発生したという。 YouTube に動画がアップされている。巨大な爆弾のため通常の爆撃機には搭載できず C-130 や C-17 などの大型輸送機の後部貨物扉からモアブを乗せたパレットごとパラシュートで引き出されて空中投下される。地上まで単純にパラシュートで降下するデイジーカッターと違いパラシュートがついたパレットから切り離された後は GPS 誘導により展開した格子状のフィンで方向を制御して降下する誘導爆弾であるため、デイジーカッターよりは命中精度が高く、また高高度から投下できるため敵の対空砲火を浴びる危険性が少ないという利点がある。モアブの開発後、ロシアではモアブの4倍の威力があるとされるサーモバリック爆弾アッテビップが開発されたが、 この爆弾にはモアブへの対抗心からかすべての爆弾の父というニックネームが付けられている。また中国も核爆弾に次ぐ威力を持つ中国版モアブと称するサーモバリック爆弾を爆撃機の H-6 系育相模で投下する実験を公開している。モアブはデイジーカッターの後継として2002年に空軍研究所で開発が始まった。その後、 航空宇宙防衛企業であるダイネティクス社が参画。発案から設計図が完成するまで3ヶ月程度の短さであったという。その後、2003年3月11日にフロリダ州のエグリン空軍基地で実地試験が行われ、11月にも試験が行われた。しかし、2003年に始まったイラク戦争では、 国防総省が衝撃とイフ戦略の一環として対人兵器として使用することを進め、一発のモアブが実戦配備されたが使用されなかった。2017年4月13日、アフガニスタンのナンガルハール州アチン地区にあるアイスセルのトンネル施設に実戦において初めて使用されたことがアメリカ国防総省によって発表された。 この攻撃でアイッセルの戦闘員とみられる90人以上が死亡した。この攻撃は地下要塞を複数持つ北朝鮮への牽制とメディアからは憶測された。ありがとうございます。